道家師、道家師、道家師、中国語、子牛、または道家は、滑稽な格好、行動、言動などをして、他人を楽しませるものの総称。大道芸やサーカスのクラウン、歌舞伎の道家方、宝冠など、世界各地に様々な形がある。クラウンは派手な衣装と化粧をし、サーカスなどに登場するコメディアンである。日本では、 ピエロと呼ばれることも多いが、ピエロは、クラウンの一種である。こうしたもののステレオタイプな例は、マクドナルドのイメージキャラクター、ドナルド・マクドナルドや、バットマンのジョーカーなどに見ることができる。また、フランスなどにおける、ピエロの起源は、16世紀イタリア即興喜劇、コメディア・デラルテに登場するプルチネリッタとする説がある。このほか、プール、プール、ブッフォン、アルルデッキーの アルルカン、ハーレクインなど同化師を指す言葉は様々ある。英語のフールは、フイ語、ブッフォンは、パッと息を吐くを意味する言葉を古言とする。クラウンは、クロッと、土の塊、クラッと、ヌルヌルした塊などを意味する語から派生して、武骨ない仲物も表すようになり、それが都会人には滑稽に見えたところから、滑稽な人を指す言葉となった。 アルレッキーノは上述のコメディアデラルテに登場する定番の道化師で、快活なアルレッキーノに対する打ち気な相手役として登場するのが、ピエロの語源といわれるプルチネッラ、ピエロとペドロリーノである。また、一般に、宮廷道化師と訳されるジェスター、ジェスターは、フランス語のジェストを語源とし、宮廷時に英雄譚を語り聞かせたものから派生した。道化師の歴史は古代。 エジプトまで遡ることができる。西洋においては、古代ギリシャ、古代ローマでは、モノマネや軽口、退職芸などで座を楽しませることで裕福な家の晩餐に預かる道家がいた。ローマ帝国の裕福な家では、魔よけとして、小人や知恵遅れ、奇形などを奴隷に持つ習慣があり、これらを愚者としてペット感覚で所有する、貴族趣味は16世紀末まで続いた。 中世のヨーロッパなどでは、特権階級にある人物が、城内に道家としての従者を雇っていたことが、確認されており、宮廷道家氏と呼ばれている。その数は14世紀より、徐々に増加して15から16世紀に最高潮に、達し、中世の英国においては、宗教界、俗界問わず大物は道家を所有しており、居酒屋や女郎屋でも所有した。宮廷道家氏たちの肖像は、 稲と一緒に描かれることが多く、彼らが稲と同様に王の持ち物とされていたことを裏付けている。シェイクスピアの戯曲などにもしばしば登場し、重要な役を担う。日本では明治時代に初めて曲芸を行った。宮廷道化師の仕事は、その名の通りの主人、または周囲の人物たちを楽しませる役割を担っていた。また、宮廷道化師たちは、 小びと状などの肉体的障害を持っている者が多く、笑い者としての対象にされていた。しかし、君主に向かって無礼なことでも自由に物を言うことができる、唯一の存在でもあった。曲芸よりは、冗談やジョークを言う芸風を、主とする道化師である。また、その職業的な役割、君主の機嫌取り、君主の感情を操れることから、国家間の紛争における、 仲介、連絡者や、行政と民の中立な立場で世間の風評演技、表現、意見する等、オンブズマンとしての役割も果たしていた説がある。トランプでよく登場するジョーカーは、ジャック、クイーン、キングが、宮廷の王族を意味する絵柄から関連して、宮廷道消師が描かれることが多い。現在では、曲芸と曲芸の間の間を埋めて、 観客の曲芸への余韻を冷めさせない役目として作られたおどけ役の曲芸も歴史界、日本的な視点では客いじりも行うもする役者である。18世紀頃イギリスのサーカス、サーカスの前身である円形の劇場での曲場所の中でおどけ役を演じていた役者が自らのことをクラウンと名乗ったのがクラウンの始まりだとされている。クラウンの意味にはノロマ、バカ、おどけ者、 おどける、ふざける、田舎者などの意味を含む。18世紀当時は、曲場賞と、曲場賞との間に、曲馬乗りを下手に演じたり、パロディをしたりしていた。奇抜な風貌のために、ピエロに対して極端な恐怖心を持つ、同家恐怖症、ピエロ恐怖症も注目されつつある。スティーブン・キング原作の小説、映画、ITIT IT に登場する、ペニー・ワイズは、 帝の人物にしか見えない、殺人鬼であり、ピエロに恐怖を抱く少年の姿が描写されている。ジョン・ゲイシーの影響もあると思われる。また、フィクション作品において、正体不明の異形の存在として、あるいは素顔イコール正体を隠す目的で、ピエロの姿をした悪役が登場することもある。歌舞伎には、同外方、または同家方という役どころがあるが、これが、 最も古い時期に成立した役柄の一つと言われる。やはりモノマネや滑稽な工場で人を笑わせたが、西欧の道化師との大きな違いは、それが純然とした芝居の役どころとして発達したことにある。原読歌舞伎では演目の構成上を特に重要な一場面を担当することが多く、それもただ滑稽な演技で観客を笑わせるだけではなく、 司会役としての役割を兼ねた役どころだった。しかしその後の歌舞伎が物語性を追求したものになっていったこと、そして当時狂言がほとんどなくなり今日のような見取り狂言自立てになったことで、同外方の役割は次第になくなり、天明歌舞伎の頃までには衰退してしまった。なお当時の芝居小屋に掛けられる看板には、まず一枚目に一座の看板役者を、続く二枚目には、 人気の和歌手法そして3枚目にこの動画法を書いて掲げていたが、これが面白おかしいもののことを指す3枚目の語源の一つと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。